え、こんばんは。えー、今回はいよいよ。 五輪男子サッカー準決勝が日本とスペインの対戦になりましたので、お互いにそれぞれ、えー、本日8月1日に、戸田さんは日本とニュージーランドの試合について、私は自分のチャンネルで、えー、スペインと、えー、コートジボールの、えー、それぞれ準々決勝の戦いについて簡単に、えー、話しておしたので、今日は二人で、えー、しっかりとその準決勝のプレビューなんですが、振、はい、り返りもしましょうということで、戸田さんにも来ていただいてありますんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。えー、<laughs> よかったですね、この対戦になってね、もうちょっとヒやヒやしましたが。あ日本で、まあ、お互いにね、スペインの試合、先に始まったので、うん、えっと、まあ見てたんですよ。うん、で、えーっと、1時間遅れで日本が始まったんで、そうですね、日本の試合は大きな、あのまあ大きなテレビ映しといて、スペインの試合は PC のほうで見てたんですけども、まさかの展開になりかけたじゃないですか。<laughs> いや、ここでスペインでそ、スペインの前半を見たときに、うんあ、僕はすごくあのポジティブに捉えたので,、うん、で、アルゼンチン戦も内容とちょっとその結果のところ、やっぱりなかなかこうリンクしないところまだスペインにあるんですけど、いや、これでコートジワールに負けるかっていうところを、まあ、僕もちょっと覚悟したところがあって、うん、と思ったら、まあ、そこからあの大,逆大逆転とかも追いついて、マサイ的には引き離して勝ってたので、うん、まあカード的にはすごく、 魅力的ですよね、うん、で今回のスペイン代表でプレーしている選手たちの顔ぶれを見ても、まあ、非常に魅力的だし、うん、あと日本の戦い方勝ち上がり方っていうのはまた置いといたとしても日本としてそのオリンピックの準決勝でスペイン代表に挑戦することができるっていうのは、うん、まあ素晴らしい経験になりますので、うん、まずそれを喜びたいと思いますそうですね、はい、まあその上で、まあ、改めて多分こうスペインの試合ご覧になったと思いますけれども。 どうでしたコートジボワール戦の前,、まあ、前半ポジティブだったっていう話ですけれどもコートジボワールの今大会のパフォーマンスのところを見たときに、まあ、基本的に、えーまあ、やっぱりこうなんですよね。うん、こうなんですが、えー、守備のところは、えー、少し人数を後ろに置いてファイバックでみたいなところで入ってたんですよね。 でブラジルの試合なんかを振り返ると、開始14分でドグラスイースがミスからのカウンターを受けたときにファールして退場になったんで、うん、これでブラジルがもしも上げたらどうなんだっていう展開に思えたんですよ。残り75分あったんで、うん、結局その後もあのもブラジルの方がボールを持ってシュートを打って終わるって感じになったので、<laughs> まあ、ブラジルだからこそ少しこう恐れた分があったのかもしれないんですけど、まあ、組織のところで見ると、そこまでじゃないなっていうところは、うん、まあ基本的には感じつつ、まあ、ケシエがいたり、 イライテッドの DR がいたりっていうところは、うんまあ、ところどころやっぱりそのカウンター的な局面ではうまさ、速さみたいなのが出てたんで、まあ、そこがどれぐらいく作れるか、うん、エリック・バイム後ろにいたので、センターのとかがある程度こうガシッとしたときに、スペインがでもボールを持つのは間違いないでしょうっていうところで、どれぐらいコートジボワールがまず守備面の方からゲームを構築するのかなと思って見てましたけど、基本的にはスペインは。 うまく運んだ場面は多かったと思いますし、失点のところはセットプレーのコーナーだったんで、うんまあ、ありえることかなと思いましたけど、2>, うん、まあ2センターバック、もしくはまあインテリオールと、えー、スビメンディのところからうまく相手のまあ前の列の後ろに入っていったりと、うん、いうところはミスったと思うので、試合運びとすると、すごく僕には、 よく見えました、うん、でカウンターの部分も、多分カウンターで引けた場面ということで考えると、まあ、あの終了間際の失点が若干あのポジティブトランションのところつなぎに入ったところ奪われてしまってシュートがディフレクションして入っちゃった感じだと思うんですけど、うん、まあ球の運びの部分に関してはもしくはパルソヌーベのところもそうですし。うん まああとは、やっぱ気になったのは右なんですかね。うん、そうですね。まあ、右下けがしてしまったのは、まあ、これは仕方ないこととして、うん、まあ、人生のとは今、えっ、ー、と、アーセンションなんですけども、うん。まあ、ここのパフォーマンスレベルは、おそらくは、まだこう上がりきってない感じもしますし、うん。あとは、そうです。人生のとおで言うと、ククレジャーじゃなくて、ミランダだったじゃないですか。うん、そうですね。ここはどう見ましたかまあ、 ちょっとそこはわからないかったですね。理解できなかったですけども。うん、コンディションの部分もあるんでしょうかね。コンディションの部分もあったにせよ、結局使ってきたということは、出れないコンディションではなかったということなので。そうね、うん。なので、そう考えると、ちょっとわからなかったですね。ここでターンオーバー使うのかなっていう感じだったので。 まあ角度をつけたボールも出せながら、ちょっとやっぱりフリーで持ち上げあった時のクロスの精度もあんまり高くないっていうところと、うん、まあ基本的に多分敵陣に入っていくと、少しあのパウトーレスが左側に出てくるので、うん、高い位置に出てた時の仕事の、まあ、質と、まあ、スピード感みたいなところは、ク、まあ、クレジャーの方がやっぱり上のな感じもしたし、まあ、プレイ強度の分でもクレジャーの方が優れてるかなと思ったんで、うん、まあここが少し意外でしたかね、個人的に。 ただ、大部分においては、うまくはこう出てくる相手を逆転取る運びもできながらっていうところで、攻撃の時間が長かったと思うから、うん、まあ、とはいっても確かに失点はしてるので、まあ、危うく負けそうになってるわけですから、うん、まあこの内容で負けなくてよかったなとは思いますけど、うん。 まあそこそこシューター打たれてるんですけど、そうですね、まあ、特にスペインの右から結構運ばれてって。ところはまあ攻撃でも機能してなかったんですけど、うん、右がどうしても攻守で後手踏む場面が多かったんですけども、そこをどう見えました。だ攻撃のところのまず役割なんじゃないですかね。うん、ここをどういうふうに考えるか、うん。えまあフォーバックのまま国的陣に入っていくと、ちょっと外側で立てたてになっちゃう。っていうところも出てくると思うし。 えーまあ、右のワンウイングポジションがアセンションだとして、うん、ま,あまずここをある程度しっかり機能させられるように、そこまでのボールをこう動かしていく経路を作るということと、ここもちろん、マスビメンディーに対するサポートもするというところで、サイドバックはどこに置くか、うん、かここは多分、左と右のちょっと違いは出てるんですよね。うんでまあ、個人的にはそのバジホーが出て、彼の守備面のところですか、うん、は堅実さがあったと思うので、うん、そこがなんかネガティブには映らなかったんですよ。 だそうだとして、そこから攻撃に入ったときに、アセンシオプラスアセンシオの周辺でどういった選手、まあ、基本的にはメリーのが出てくると思うんですけど、うん、まあ単純にそのアセンシオのパフォーマンスレベルのところがもう少し上がってくると、うんまあ、トランジションの部分か、もしくは守備の機会も減る可能性もあるしっていうところはちょっと感じるかな、うん、僕は。今の流れだとラファミルが。 ねこれだけ結果出したので、うん、まあ先発対望論が当然出てきて、アセンションが、まあやっぱり批判がかなり渦巻いてるので、国内では。ああ、そうですか。物、うん、足りない感じですか物足りないですね。毎試合うと言われてるんで、うん、まあ指揮者も含めてそうやっぱりそこは言われてるんで、まあこの流れだとちょっと先発を失揮、うん、しそうかなとは思いますけれども、うん、延長に入ってからの、ラファミルが真ん中に入ってからのスペイン、まあちょっとね、もう早めに点が決まって3人になって、 ちょっとコートジボワールも体力的にも落ちたというところあ,あるにせよ、オイル・ねまあ、サーバルとラファミリなんかの連携なんかよく見えたんですけど、あの時間帯うか、うんうん、確かにねだからまあ試合の中で、まあ、相手からするとだいぶこう痛めつけられたというか、うん、えまあ疲弊した部分もあったと思うし、うん、まあ選手のこう顔ぶれを変えてまあいった選手を前に置いたときに、えー、まあスペインとするとまたちちょちょ少し違う顔を見せることができて。うん まあゴールにくっと向かっていく感じは出ましたから、うん、あとはそれが対日本で考えたときにそ、うん、らくはスペインがボールを持つベースになるはずなんで、うん、まあ一番前の選手を誰にするべきかっていうのはちょっと違う考え方が必要になってくるかもしれない、うん、とは思ってますけどこの大事な試合で本当に危うく負けそうなところで、えー、まあ仕事ができたところを監督がどう捉えるかですね、うん、日本側からするとどうですか そのままのファルソノエベ・オアルサバルで来られた方が怖いのか、ラファミリーが真ん中に入った方が怖いか、どうです今大会のスペインの4試合見てきた流れで、準決勝の日本っていう考えると。うんあ日本が基本的に4 4 1 1か4 4 2で、守備に入ることになるのは多分変わらないとは思うんですけど、うんえー、そうだな。 まあでも後ろからの運び出しのところの質が、まあ、基本的にはやっぱりスペインは高いので,、うん、でそこに付随して、えー、まあ一番前の選手がどう関わるかっていうところも結構重要なんじゃないかなっていうところを考えたときに、うん、日本と、まあ、先日あのテストマッチしたときに最初、ラファーミルが真ん中に入っててあの少し降りた流れでボールを引き取ってみたいなところは、うん、まあうまくはいってたと思うんですよね。うん オヤル・まあ、るサバルが代わりに一番前になろうがラファミルになろうが、うん、要はクリス・ウッドとは違うわけじゃないですか、うん、ラファミルは、うん、だから下から多分運び出す時にいずれにせよ少しこう遠藤と例えば田中をになったとしたら、うん、そこのち後ろ真ん中の後ろか少し手前まですって顔を出していくような変わらないと思ってうんであとはそこから先のさばきとかゴール方向に向かう時のコンビネーションで考えた時に、うん、どっちがいいのっていう感じになる気がするんですよね。うんうんうん そうなったときに、まあ、個人的にはどうなのかな、まあ、それはでもそうなったときに、今度右をどうするかなと思って、そうですね、右のパフォーマンスレベルが、まあ、今のところは少しってなってると、そこを組み替えちゃうって考える可能性あると思いますね。あとは試合の中のブライアン・ヒルが左に入って、うん、まあダニオルモが右に出てたんですけど、うん、あそこはどう見ましたか、あの置き方。うんまあ、やっぱりダニオルモはサイドよりも、まあ、左で内側を取るのか、やっぱり。 ちょっとシャドウ的には使いたいなっていう風には見えましたけどね。うん、で、あの押し込んだときに、やっぱり少しパウトレスが左に出てくるじゃないですか。うん、でそうなると、まあ、例えばあのブライアン・ヒルが張り出すとなると、うん、その後ろ側にいるサイドバックは邪魔になるし、うん、サイドバックが出てくるのであれば、あのブライアン・ヒルは内側に入るっていう。うん ここはまあ内側に入ったところからのもちろんまあランニングのところで背後取りにいくことができれば全然問題ないと思うんですけど、うん、ただ、あとは利き足が外側になるのでどちらも、うん、まあとはいってもあのコートジュヴールがひっくり返す前にダニオルモからスルーボールで回ウェルサバルがまあほぼ決定機という場合も確かに作っているので、うん、まあダニオルモに関しては右からこう入っていってもまあ右足も使えるし逆への展開もできそうな気がするんですけど。うんうん まあ、ブライフルみたいな選手を使うときにどっちがいいのかなっていう。うん、彼はウィンガータイプだから左の方がいいんですかね。左に晴らすべきでしょうねそうなったときに、フク,クレジャだったらもう少しユニサイロに入っていきながらみたいなところの連携が、うんまあ、取れてる気がして。うん、で、かくそうなってくると、でも相手からすると、外にまあ突破力のある選手がいたとして、うん、ボールを持っている場所から考えたときに、 まあやっぱりその内側とか中のところにもうやっぱりこう選択肢があるとやっぱり絞りづらくなるのでまあそういった関係性を位置関係を作りながら外からでも相手の組織にダメージを与えることができるというところはスペインが持っていければなおいいのかなプラスでトランジションのところもしっかり機能できそうな気がするのでまあスペインからするとまあ例えばスビー・メンディとかまあメリーヌみた対してはいてまあすごく理解が高くてで立ち振る舞い方も非常に適切だと思いますけど。 トラネガティブのトランジションの時に、うん、例えば水面で1枚だと、うん、ひょっとするとスピードのところで、まあ日本だったらそこが僕一つ狙い目になりそう気がするんですよ。うん、どう奪うかは別として、奪った瞬間にそこの脇とか、うん、そこをピャンって剥がしてしまう、スピードで剥がした時にいけそうな気もしなくもないんで、あと、うん、スペインは、スペイン目線からするとボールをやっぱり持って敵陣に入っていくる時間がおそらくは増えると思うんで、だからそのネガティブのトランジションを。 どういう形で行おうとするか。うん、まあ、攻撃の機能性をどれぐらい高められるかっていうのをセットで考えたときにどう人を選ぶかでしょうね。うん、でブライヒルに関してはやっぱり、この前も言いましたけど、いい意味では新しくなるんですよ。うん、ゴールに向かって仕掛けてくれるので。まあ、途中から使うのは確かにまあ,ありだなっていう感じはしたので、最初からじゃなくても。 ただ、あとはそのスタートからのゲーム運びのところを、どれぐらいスペインはスペインとして自分たちが思い描くところに持っていけるかで考えると、やっぱり右の、後ろじゃなくて、右の前な気がします。後ろはまあいずれにせよ、その攻撃力っていう意味ではみんなそ,そこが特徴じゃないはずなんで、安定感があって、しっかりボールが動かしてサポートができるところで考えれば、そのウィングポジションに入る人が非常に重要になる気がします。 まあ、選手はちょっとね、今大会見てもなかなか、まあ、足元について、まあ、思い切って仕掛けるみたいなところもなく。あんまないんだよね。うん、なんか仕掛けに入るタイミングもちょっと遅く見えますよ。判断が遅く見えちゃいますよね。そう,なんそうなんです、そうなんです。持ってるうちに、やっぱりこう状況がこうあの相手が改善できちゃうというか。うん もう少しそこまでボールが運べたら、一つ目のコントロールでってこうって相手に向かっていくぐらいのところから次のプレーに入っていけたらなってちょっと見えるんですよね。うん、あとは、アセンシオって選手がどういうふうにここまで来たかっていうところは僕はもう完璧に全然把握してないので、うん、ちょっとフリースタイルな感じが好きなんでしょうか。まあやっぱりマジョルカでブレイクした時なんかも、もう基本的に王様で、うん、あアンダーの時からそうですけどね、もうまあ基本的に多分監督も、 アセンションに任せて勝ってきたみたいなチームを作ってたと思うんですか。だからアルゼンチン戦のデビューの時に言ったように、うん、確か前半14分か16分ぐらいに内側のボールがアセンションに入って、うん、アセンションはまは要はそこで体の向きとかが準備があんまよくなくてロストしてそのままカウンターを受けましたよとた分言ったと思うんですけど、うん、今やそのポジショナルプレーの中でどれぐらいその位置取りも含めて、うんうん インテリジェンスを発揮しながらグループでの打開みたいなところが得意かっていうところを考えると、うん、なんかそういうタイプじゃ、まあ、マドリーでのプレーを見てきてもそうなんですけど、うん、まあそういうタイプじゃないのかなっていうもう少しこう、うん、まあフリースタイルでイスコとかも自分の中では同じこうカテゴリーになるんですけど、うん、そうなってくると まあ、あとはそのボール持った時に何ができるかを期待することが一番なんで、今大会のパワーマンスを見てると、うん、どうかなっていう。うんうん、でも、オーストラリア戦のゴールは、アセンシオのクロスでしたっけそうですね,あねあ。あの質は持ってるんで。あのキックは持ってるんですけど、あのキックはなかなか出てこないんですよ。キックは出せそうな局面はあるんですけど、さっき言ったように仕掛けるまでの時間がちょっとかかってる気がして。うん、そう もう少し相手が状況を整う前に自分から向かっていっていくっていうのがあると変わるのかなっていう、うん、頑張ってほしいなって思って見てます。確かにあのアヤサバレの落とすキック持ってたらラファミルなんかにいたらどうなるそうすかそれを多分期待してたんじゃないかなっていう感じがするのでただ保持すれば保持するほどやっぱりその位置取りみたいなところが。うん 要はなんか自分の感覚任せではなく、うん、集団としてのなんか基準に基づいて取らなきゃいけないと思うので、うん、そうなった時に動きすぎずにボールを受けたりそこからターンをしたりでその次動く選手に預けるみたいなところが、まあ、ワンタッチプレーも含めてなんですけどそんなに多くないか、うん、得意とはしてないか、うんうん、っていうか選手に見えるので、うん、でも身体的には強いと思うしそうです、ね、サイズもあるはずなんで。うんうん そこは、期待したくなると思うんですよ、うん、そこね、ちょっと逆に大会離れて間取り目線で聞きたいんですけど、アンチェロッティってそういうことをどうですこう伸ばせそそうううですかそういう選手アンチェロッティはやっぱりなんか自身の明確な哲学、そのフットボールのスタイルとしての哲学があるというよりは、うん、やっぱりいる選手たちを見,見て、うまくチームを作るので、だからエバートンではエバートンの、でその前、ナポリではナポリの、うん。 でエバートンの中でもやっぱり軸となる選手がいてその選手が使えなく怪我でいなくなったときには他の選手でできることを探してみたいなことを考える監督さんなのでただその分この試合はこういうことをっていうのをちゃんと考える監督なので、まあ、ある程度はそこに合わせて守備も行いなきゃいけないし要はまあハメス・ロドリゲスみたいな選手がいたらハメスを最大限に生かせるようにということでエバートンも進めましたけども。うん でもそうなったとしてもそこで仕事ができるかを問われるので。うん、でもまあ、いずれにせよなんか、最初から選手の個性とか、なんかバックグラウンド、関係なしに、もう俺はこういうスタイルだから、お前はいらねえとかっていう監督じゃないと思います。ないと。うん、はい、ないと思います。うん、だからそういう意味では、チャンスはもらえると思います。うんうん、で、結果が残せるかどうかですね。うん、うん。でもやっぱり、オヤルサバルみたいな、うん、だから、コートジババル戦でいうと5点目なんですかね。うん。 2列, 2>, <の>2列目からこう駆け抜ける感じ。はい、足元で一回右の内側あたりで足元で受けながらセッションしといて、うん、で相手の目線が外に立ってる選手に移った瞬間に、きゅっと走るみたいな。うん、だこれ、オルモですね。オルモから多分出てるんですけど、うん、こういったやっぱりインテリジェンスはちょっとないかなっていう気がするんで、うんうん、であればラファミルで、うん、まあオヤルサバルを、まあ、オヤルサバルをどう置くのかな。 右はあるんですか右はありえなんじゃないですかあり。アリうん。でも右のウィングポジションに置いちゃうと良さ出なくなったりしますかね。<laughs> とまあ、ラリアルでも基本左ですからね。そうだよね。そうだよね。うん、だオルムは多分右もできるんですよ。うん。で考えれば、もうやるサーバルは左でもいいのかもしれないし。まあ、確かにそういう話聞いてると、バジアフォー、多分まあ今、次も、まあ、ミンゲサアウトで、オースカルゲム取っていきますけど。はい。はい オスカルヒル見てると、まあ、バジェホじゃないかっていう声は現状、スペインのメディアなんか見てても多いんですよ。あなるほど、うん、なので、まあ、その後りはちょっと一人で孤立気味になるんで、アセンシオそのままっていう判断もあ,りあ,る,あるかもしれないですね。そうだね。うん、あとは、ある時間帯まではまあアセンシオで引っ張る。うん、で、期待してるんだっていうのを伝えて、奮起、うん、を促す。うんでまあ、バジェホがどれぐらいなんかとその若い頃の。うん 彼の期待度から考えて、伸びてんのかっていうところは、なんとも言えないどう、どうなんですかね。まあ、期待はされてましたけど、期待ですよねやっぱりカルバハル同様にブンデスクランクルとかな行って、そこでいいパフォーマンス出して戻ってきたんで、いよいよ戻れるかっていうタイミングで、ちょっとね、うまくいかなかったんで、まあ、ミリトンなんかが入ってきたんで、またうん、うん、武者修行ずっと出てましたからね。で、グラナダに行ってたんですよね。はい、その前、ウルブスにいましたもんね。うん でもすぐ帰ってきしすごくなんかこう基本に忠実で、もともとはなんかプジョルみたいな感じかなと思ってたんですよ。うん、だプジョルほどのなんか情熱は感じないですけど <laughs>、まあ、堅実さはあると思うんで、<laughs> はい、まあそういうことで考えるのであれば、まあ、右側はバジェフでもいいんでしょうし、うん、その守備の安定だけでも考えれば、うん、でスペインが多分日本を考えたときに、まあ、左に置いていくのは誰だってなると、うん、まあ例えばまあ相馬とか。 まあ見とまは多分ないと思うんですけど、ドリブルで仕掛けてくる人で前回対戦で考えるとちょっと苦労してましたよね。うん。<laughs> うん。オスカルで多分苦労してたんで。いや、そうでしたね。であれば、バジェホの方が、そこの部分で仕事が、うん、計算が立つっていうことを考える可能性はあって、うん、で、あとは左ので変化つけるっていう。うん。だから、僕だったら、くくりじゃを左にする。うん。 まあそこはちょっとスペインの日本向けの話で聞きたいんですけど、まあこのこと自バル線も結局バジェフォがまあ右であんまり上がらないんで、まあだったらもうちょっと左に3枚寄せて、3枚気味で最初からビルドアップパートレス左に押し出して、左肩上がりでやればいいのになって見,、はい、見えたんですけど僕は。いや私も、それは多分前回の動画で言ってると。思うんですよ <laughs> 幅取るとこも含めてね。だからやっぱり後ろの4枚が、まあと所定の位置のままね。 センターバックの幅もやっぱ基本的にはちょっと狭めで。うん、で、まあ、それでもセビンメンディーと、まあ、インテリアのところも見ながら、まあ、これ、今日作るんですけど、やっぱりうまくいき始めた時間というか、まあ、押し込んだときに自然に左にずれてるんで、うんでまあ、日本が4、4、2ベースなんで、まあ、少しそういうことを意識してもいいんだと思いますし、うん、まあ4枚を最初からあのサイドバックを特に高い位置置かなかったとしても、まあ、日本のプレッシングの おまあ、特徴を考えれば、まあ、ニュージーランドも、まあ、彼らは前がツートップでね、ツー、うん、トップがいた上で、要は遠藤と、えー、田中王の、ね、中間の後ろにトップ下、うん、で、インサイドハーフでアンカーがいたんで、うん、まあ真ん中にかなり人が寄ってるんですけど、うん、センターバックの幅の取り方がスピーよりはちょっと広いんですよね。そ、うん、その分そのその分ボールがが入れれるるまでの時間が作れるって 日本からすると一生懸命林とかもよ追ってましたけど、うん、やっぱアンカーのところを消したところから出てくるんで、横に走る距離が、恐、うん、らくスペインのセンターバック、ニュージーランドが幅取ってる、ちょっと到達が遅れている感じで、うん、でそこから縦のボールが入ったりってところで、ニュージーランドうまくボール運んでたじゃないですか。と、うん、いうことを考えると、まあ、最初からずらさなかったとしても、もう少し。うん、で、まあずらさなくてもパウトレスはやっぱりすげえ球出すなとは思うんですけど。うん、うん まあ多分トランジションのところも意識をして、あんまり広げてないと思うんですが、うん、まあ少しだから左の方をっていうことを意識しながら、自然に可変させていくと、うんまあ、全体が前に行けば行くほど、例えばバジホーが出るんであれば、バジホーが、まあ、簡単に言えば回廊ロ的な的な役割に変わっていって、うん、でパートですが左からこう少し持ち上がって、でリクック足が真ん中でバランス取りながら、うん、そうとなんかスビミンディがあんまりこう、スビミンディが外側に降りたりする場合もたまにあるんですけど、うん、あれをやったときに、 やっぱ前に入った時のサポートのトランションがどうかなって、ちょっとし、まあ、俺が心配するのも変なんですけど、うん、気になるところがあるので、まあ、あんまり下ろさない方がいいんじゃないかなっていう。うん、で選手の特徴で考えると、右のサイドバックは今回のスピンはガンガン攻撃するタイプじゃないし、うん、まあダニア・ルベスみたいなプレーメーカータイプでもないので、うん、まあ,あくまでしっかり安定した、安定さ、堅実性なんで、そういう考え方の方が全体でしうまく回るっていうところで、うん、まあ考えると、 まあその左のじゃあ前を誰にするっていうところも。うん、まあでもランニングができる選手の方が、左からもしそうサイドバックが高い位置を取るんであれば、うん、そのサイドハーフイングポジションの選手が幅取らなくてもいいわけなんで、なんかここを監督はどう考えでしょうよね。うんうん、ミランダだったら多分外側の方がいいじゃないですか。一番大外のレーンからこう出ていって、うん、あのニュージーランドでいうとあの3番のカカチェみたいな。うん、あとは左足でどれぐらいのボールが、 斜めに日本の例えば中盤のラインと最終ラインの間に流し込めるかとかそういったところになると思うんですけど、うん、でもウィンガーを幅取らせるんだとなるとサイドバックがずっと外側で前に行くとまあんまり意味ないんで、うん、そうした時にじゃあってなると右のサイドバックとの特性を考えるとうーんってなる気がするんですよ、うん、でうーんってなってるとこがまだちょっと気になるんでうん、うん、なんかい,らいらなくていいとこに一人後ろに いちゃってんなというふうに見えるところもあるので、うん、まあ押し込んだ攻撃、ある程度リスクは負うのは前提で、トランジションもできるように、じゃサイドバックの特性と、まあ、そこからの攻撃での変わり方で考えたときにっていうと、今みたいな話になるかなるほ、うん。うんうん